っぱりこの季節、サンマは外せないよね。秋って感じするよね。あ、でも栗も美味しいよね。モンブランとか栗ご飯とか。ルビーはさつまいもが一番かな。焼き芋っていかにも秋って感じするし。キノコも捨てがたい。何をそんなに盛り上がってるの？あ、ミヤちゃん、今ね、秋の味覚について話してたんだ。僕にはよくわかんないや。ほら、アメリカでもサンクスギビングデーっていうのがあるんでしょ？その時食べるものとかは秋の味覚なんじゃない？サンクス…何それ？ミヤちゃんの方が詳しいんじゃないかな。詳しいっていうか、ステイツに住んでたら誰でも知ってるよ。アメリカの秋の祝日、その日は家で家族とか親戚、親しい人と集まってターキーやマッシュポテト、パンプキンパイを食べるんだ。なるほど。あ、本当だ。検索したら写真が出てきた。あ、すごいごちそう。美味しそうだね。うん、スイーツもある。食べてみたいな。本当だ。想像しただけでお腹が空いてきちゃうよ。それに写真の人たちすごく楽しそう。ミヤちゃんのお家もこういう感じなの？うちはもっとすごいよ。それにマムが作るごちそうは最高に美味しいんだ。今年は食べられないけど。あ、ねえねえみんな、サンクスリビングデー、ほのかたちもやろうよ。ほのかちゃん、リビングデーじゃなくてギビングデーやね。あ、そっか。とにかく面白そうだし、ごちそう作ってパーティーやりたい。賛成。私もみんなとごちそう食べたい。ルビーも。そうだね、私もやってみたい。みんな知らないと思うけど、前日から準備する家もあるくらい大変だよ。自分たちでするの面倒じゃない？面倒よりも楽しいが勝つと思うけどな。それともミヤちゃんはお料理に自信がなくて恥ずかしいのかな？そんなこと言ってないだろ。わかった、そこまで言うなら僕も参加する。やった、リナちゃんボード、ウキウキ。じゃあ週末みんなでパーティーだ。食材って何を買えばいいのかな。ターキーとジャガイモ、あとはカボチャかな。それとパンプキンパイにはシナモンとジンジャーのスパイスが入ってる。あとうちのパイにはマムのオリジナルでブラックペッパーが入ってた。隠し味ってやつだね。他には他には？それ以上は知らない。じゃあ、あとはネットで調べながら買っていこう。そうだね。お、早速じゃがいも発見。かぼちゃもあった。七面鳥はさすがに売ってないね。日本はターキー売ってないの？売ってるところは少ないかな。それじゃあ今回は普通の鶏肉を代わりに使う？そんな小さな肉で大丈夫なの？まあ鶏肉も美味しいし大丈夫じゃないかな。料理は創意工夫も大事やからね。まあいいけどさ。ねえ、みんな見
この栗、すっごくツヤツヤでぷっくりしてる。あ、あっちにはサンマも売ってるよ。これも買って帰ろうよ。確かに美味しそうだけど、栗もサンマも今回のごちそうには使わないから。こんなに美味しそうなのに。あ、みんなスパイス売り場あったよ。いっぱい種類ある。シナモンとジンジャーだっけ。不安だからミヤちゃんも来て。仕方ないな。買い出しなんて面倒いだけだと思ってたけど、悪くないかな。みんなで買い物楽しかった。あ、焼き芋が売ってるよ。もうすっかり秋って感じやね。さっきのお釣りあったよね。ねえ、みんなで買い食いしちゃおうよ。いいね、食べたい。この後ごちそうも作るし、食べるなら二人で半分こやね。賛成。りなちゃんモードにっこりん。僕はパス。焼いただけの芋に興味ないし。みやちゃん、一口だけでも食べてみて。甘くて食べたらほっぺた落ちちゃうんだから。そうそう、それにホックホクですっごく美味しいよ。騙されたと思って食べてみて。後悔はさせないから。なんなのみんなして。まあまあ、百聞は一見にしかずって言うやん。はい、ミヤちゃん、私と半分か。リナまで。わかったよ。はお。何これ、焼いてるだけなのになんでこんなに美味しいの。でしょ、甘くてホクホクですっごく美味しいよね。おすすめのものを食べてもらうって嬉しいな。そうだ、今度ルビーおすすめのスイートポテトも食べてほしい。今度持っていくね。いいの？うん、一緒に食べたい。え、ルビーちゃんずるい。私もミヤちゃんにおすすめのパン食べてほしい。じゃあじゃあ、私は沼津の美味しいみかん持ってくね。箱で。ならみんなで美味しいもの持ち寄ってピクニックに行こうか。紅葉が見頃の穴場を知ってるんだ。それじゃあピクニックの後はスポーツアトラクションパークにみんなで行きたい。スポーツの秋だし。ちょっと、なんかみんなグイグイ来すぎだって。ミヤちゃんに私たちの好きなものも知ってほしいんだよ。そうそう、あ、他にも。ストップ。ちゃんと聞きたいから一人ずつ教えて。僕、Thanksgiving Day のごちそう食べたことはあるけど、作ったことなんて一回もないんだけど。じゃあミヤちゃん、じゃがいも潰すの手伝って。わかった。よいしょ、よいしょ。こんな感じ？ミヤちゃんすごいね、潰すの上手。そうかな。このくらいできて当然だよ。よいしょ。腕、
結構疲れてきたかも。プルプルするね。えミヤちゃん、ルビーも潰すのやりたいな。作業取り替えっこしない？別にいいけど、これ結構大変だよ。練習で鍛えてるから大丈夫。わかった、じゃあお願い。ルビーに任せて。ミヤちゃんにはパンプキンパイのスパイスの準備お願いするね。腕が痛くなってきた。まだまだ頑張るビー。ルビーちゃん、これ使って。あ、ハンドマッシャーだ。持ってきてるの忘れてて渡すの遅くなっちゃった。リナちゃんボードショボン。ありがとうリナちゃん。よし、一気に潰しちゃおう。すごいよリナちゃん、これならあっという間に終わっちゃう。よかった、より早く潰せるようにパワーも強化しておいたの。そうなんだ、じゃあちょっとだけパワー上げちゃおう。えいっ、あー、ちょっと強いかも。さっさりなきゃ。てんのさ。そっか、コンセント抜いてくれたんだ。ありがとうミヤちゃん。準備できた。パイもお肉も美味しく焼けるといいね。絶対美味しいよ、だってすっごく頑張ったもん。マッシュポテトも上手にできてよかった。食べるの楽しみ。リナちゃんボードワクワク。でも今までサンクスギビングデー知らなかったのもったいないな。こんなに楽しいお祝いなのに。僕も驚いたよ、ハロウィンはあるのにまさかサンクスギビングデーはないなんてね。私も知ってたら絶対パーティーやってたよ。ねえ、ミヤちゃんのお家のサンクスギビングデーってどうだったの？どうって普通だよ。ごちそうを食べておしゃべりしたりとかそんな感じ。あとはアメフトの試合を見たりとかもしたな。いいなあ、美味しいもの食べて家族と楽しく過ごすって最高のお祭りだね。お店とか街中もお祭りっぽくなってるの？逆、みんな家で過ごすから街は静かだよ。サンクスギビングデーの期間はみんな家でゆっくりしてるんだ。なんだかお正月みたいやね。確かに。じゃあお年玉とかもあるのかな？え？玉なんか落としてどうするわけ？違うよ、お年玉っていうのはお正月にもらうお小遣いのこと。へえ、面白いね。そうだよ、お年玉がなかったらお財布が今よりもっとピンチだよ。比較してみると結構面白いね。ねえねえ、今回はミヤちゃんにアメリカのお祝いを教えてもらったから、今度は日本のお祝い事をミヤちゃんと一緒にやりたいなぁ、なんて。いいね、お正月みんなで着物着たりしたいなぁ。それに節分とかひな祭りもあるし。お祝いの時に食べる美味しいものも食べてほしいな。そうだね、初
詣で飲む甘酒とか美味しいし。お酒？違うよ、甘酒がなんていうかジュースみたいな感じ。ジュース。あ、しまった。僕としたことがホットアップルサイダーを忘れるなんて。ホットアップルサイダー？うん、僕の家だとサンクスギビングデイには欠かせないんだ。作れるかな。作ってみようよ。材料買いに行こう。いいの？美味しいホットアップルサイダー作ろう。リナちゃんボード、もん。リナ、ありがとう。みんな、ちょっと買い物に行ってきてもいいかな？もちろん、私も飲んでみたい。その間、こっちは任せて。荷物が多くなりそうなら、ルビーも一緒に行こうか？ Thanks。そんなに重くないから、二人で大丈夫。そっか。じゃあ二人とも気をつけてね。ちゃんと材料変えてよかった。ミナ、付き合ってくれてありがとう。うん、ミヤちゃんとお出かけできて楽しかった。ねえ、ミヤちゃんは家族に会えなくて寂しくない？別に、ゲームもあるし、今時ネットだってあるんだから寂しいなんて思うわけないじゃん。ミナともオンラインゲームできるしね。それならよかった。私も同好会に入るまでは一人でいるのが多くて寂しかったけど、今は寂しくないから。じゃあ共通点もう一つ増えたね。うん、リナちゃんボード、ニッコリン。今度公園にお弁当を持って行って、みんなで一緒にもみじ狩りしようね。もみじを狩る？もみじ狩りっていうのは、もみじを眺めて楽しむの。もみじを傷つけたりするわけじゃないから安心して。そうなんだ。お年玉といい、日本語はややこしいね。わからないことがあったら何でも聞いて。私、少しでもミヤちゃんの力になりたい。Thanks。じゃあ帰ったら早速ジュース作るの手伝ってよ。任せて、リナちゃんボード、もん。いただきます。このチキンすっごく美味しい。クランベリーソースもお料理にぴったり。マムの味とは違うけど、これも悪くないね。マッシュポテトもパンプキンパイもなかなかだよ。ミヤちゃんが作ってくれたジュースもスパイスが効いてて美味しいね。うん、それに体もポカポカする。美味しくていくらでも飲めちゃいそう。ま、僕が作ってるんだから当然だね。ちゃんに食べてほしいものがあるんだ。ミヤちゃん、日本流サンクスギビングデーだから、お菓子も日本流のを用意してみたよ。ホムラの秋限定の和菓子、召し上がれ。アメイジング。何これ、すごい。これがお菓子なの？うん、これも日本ならではのものだから、ミヤちゃんに紹介したかったんだ。ね、食べてみて。こんな綺麗なお菓子初めてだ。いただきます。おいしい。喜んでもらってよかった。
あの、みんな、今日はありがとう。すごく楽しかった。お礼を言うのは私たちの方だよ。楽しいパーティーができたのはミヤちゃんのおかげだもん。うん。今度はクリスマスパーティーもみんなでやりたいね。家族以外とするパーティーもなかなか悪くないし、その、参加してもいいかな。やったー。じゃあルビー、アメリカのクリスマスパーティーのこととかいろいろ聞きたい。じゃあクリスマスにもたくさんごちそう作らないとね。プレゼント交換したい。今からクリスマスが待ちきれないよ。いつの間にか日本にもこんなに大好きな人たちができてたんだね。家族が恋しいって気持ちがないわけじゃないけど、ミューズ、アクア、虹学の友達が周りにたくさんいてくれるから寂しくないんだ。賑やかなのも案外悪くないかもね。